ジューン・アリソン、ジューン・アリソン、ジュン・アリソン、1917年10月7日から2006年7月8日は、アメリカ合衆国の女優。本名、エレノア・ガイズマン、1940年代から1950年代にかけての活躍がよく知られている。ニューヨーク市ブロンクスク生まれ、清掃員として働いていた父ロバートが母クララと別居し、やがて離婚。 ジューンは貧困に近い生活を余儀なくされた。さらに、8歳の時に、倒木の下敷きになり大怪我を、追う不幸に見舞われる。リハビリには大変な努力を強いられたが、それが彼女の未来を開くことにもなった。治療の一つとして始めた水泳では後に、ニューヨーク市の大会で優勝をさらい、同時に習っていたダンスではついに、ブロードウェイの舞台に立つこととなった。オーディションに合格し、 高校卒業後の1938年にミュージカル、シングアウト・ザ・ニュースのコーラスラインでデビューした。その後も短編映画やミュージカルへの出演などをこなしていたが、それらは医者を目指すジューンにとって学士を稼ぐためだった。ところが、1941年に大学で演じたミュージカル、パラマ・ファッチエでの演技が評判となり、ジョージ・アボットが自分の制作ミュージカル、 ベストフットフォワードに抜擢、さらに1943年に映画化されるに当たっても出演する運びとなり、ハリウッドデビューを果たすこととなった。ガールクレイジーなど数々のミュージカル映画に出演し、評価を高めていたジューンは、1944年の姉妹と水平ヒロイン役でトップ女優の仲間入りをした。その後も三重詩のようなアクション映画やコメディなどに出演した。 1945年8月19日に13歳年上で2人の小持ちの俳優ビッグ・パウエルと結婚し周囲を驚かせた。1949年、マーガレット・オブライエン、エリザベス・テイラーと共演したメトロゴールドウィン・メイヤー社創立25周年記念作品若草物語で主演を務めた。1951年に妊娠し、 内定していた恋愛準決勝戦を降板するトラブルもあったが、復帰後も数多くの名作映画への出演を果たした。また、夫が制作し、彼女が司会を務めたテレビ番組ザ・ The、デュポーンとショーウィズ・ジュン・アリソンは好評を博した。ジェームズ・スチュアートと共演した蘇る熱球1949グレン・ミラー物語1954戦略空軍命令 1955では3本とも彼の妻役を演じ、実際に2人は結婚していると勘違いしていた、観客も多かったという。ジューンは、トゥー、ヤングツーキス、1951では、ゴールデングローブ賞、ミュージカルコメディ部門で、主演女優賞を、重役室、1954では、ベネツィア国際映画祭で、 他のキャストと共審査員特別賞を受賞している。また、映画産業における貢献を称えられ、ハリウッドウォークオブフェームに星を残している。1955年には、で共演したアラン・ラッドと不倫関係に陥っているが、2年ほどで関係は解消している。銀幕の上の順は、ジンジャー・ロジャース、ジュディ・ガーランド、キャスリン・グレイソンといった、それまでのミュージカル女優とは異なり、 親しみやすい要望と若さあふれるダンス、特徴あるハスキーボイスの歌声で隣の女の子としてのキャラクターを確立した。ピーター・ロー・フォードと共演した学園物ミュージカル映画、グッドニュース1947年がこの手の映画としても、また彼女の出演作品としても未だに語り継がれる代表作であることは上に述べたような純の魅力を裏書きするものであると言えよう。 彼女が尊敬していたジンジャー・ロジャースの順表、すべての男の子が恋人にしたいと思い、すべての女の子が友達になりたいと考える女の子は、彼女の持つキャラクターをよく示すものである。1963年夫、ディック・パウエルがガンで死去した後、二人の連れ子の養育権をめぐって、裁判沙汰となった時期があった。一時彼女との浮名を流したディレクターのディレク・サマーズが、 暴露した内容にいると、裁判所は、ジューンの真剣を認めたとのことだった。ジューンはすぐ、グレン・マクスウェルと再婚するが一年と持たず、1976年には、司会から俳優に転じたデビット・アシュローと再再婚し、リック・パウェルは所有する会社などを含め多くの資産を残した。ジューンは時たま仕事をする程度で時を過ごしていたが、1990年代からは、 大人用おむつのコマーシャル出演などを通じ、1997年には、湿緊患者の治癒を目的とした財団、ジャーヌ・アリソン・ファンデーションを設立した。映画やテレビ番組にもたまに出演したが、いくつかのゴシップを除けばその後は静かに過ごしていた。1982年には自助伝、ジュン・アリソン・バイ・ジュン・アリソンを出版し、その率直な素顔に、読者は共感したという。 2006年7月8日ジュームは30年近く連れ添った夫と共に住むカリフォルニア州大灰でその88年の生涯を閉じた急性機関支援による呼吸不全による楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。